こんにちは、カオルンです。本日もギターコード徹底解説動画やっていきたいと思います。今回やっていく曲はですね、バックナンバーさんの I Love You やっていきたいと思います。イエイ。こちらですね、毎日 NHK の朝ドラとしてやっております福原遥さん主演の舞い上がれの主題歌にもなっております。空を飛ぶことをね、夢見てね、人生を突き進む主人公にぴったりのね、愛のある、そして爽快感あふれる曲となっております。今回もですね、初心者の方がね、ギターをやっていく上でね、ちょっとね、疑問に思いやすいところ、つまずきやすいところなんかをね、徹底的に解説していきたいと思いますので、ぜひね、一緒にやっていきましょう。それではまずはイントロのフルの動画から見ていってください。どうぞ。はい、それではまずはイントロの解説をしていきたいと思います。はじめにね、コード進行ですね。こちらはですね、イントロを含めて他のね、 A メロとか B メロ、サビもね含めて曲全体といたしましてね、そんなに難しいコードは出てこないと思います。ただね、ちょこちょこね、注意点というか気にしていただきたいねコードはあるので、そこら辺は解説をしていきます。そしてね、イントロの中で皆さんにね、よく練習していただきたいコードが Bm コードになります。 Bm コードってね、いわゆる制覇コードと言われるコードで、人差し指をね、弦全体をね、押さえて弾くコードになります。で、このね、Bm なんですけど、まあ Bm 含めて制覇コードっていうのは、なるべくね、押さえるときに人差し指から押さえるようにしましょう。で、それがなぜかというと、ギターってね、弾くときってね、普通はですね、上から下に下ろすのが基本になります。このね、上から下に下ろすときに、まずね、一番最初に弾くのが、一番上にあるね、6弦になります。今回の Bm ですと、一番上にあるね、6弦は弾かないので、人差し指でね、なんとなくね、軽く押さえてね、ミュートをするんですけれども、5弦はね、上から下に下ろした時に一番最初に来る音になるので、やっぱりね、人差し指から押さえる。これが基本になります。次にね、ストロークですね。ストロークは全部で2種類ございます。まず一つ目のね、ストロークを最初に出てくる D コードを使ってやっていきたいと思います。こんな感じになります。ゆっくりやっていきますと、鳴らす、すかす、すかす、すかす、鳴らす、すかす、鳴らす、鳴らすになります。次に二つ目のストロークですね。ここが最初に出てくるのが Bm コードになります。そんな難しくなくて、上から下にね、下ろすのを一回だけ弾くだけになります。でね、この二つのストロークを使ってね、数えてね、やっていきますと、こんな感じになります。って言って A メロに入っていきます。さあ、次に A メロの解説をしていきたいと思います。まずはね、フルの演奏からご覧ください。どうぞ。はい、A メロの解説をやっていきたいと思います。A メロのね、コード進行もですね、イントロで出てくるね、コードとほぼほぼ一緒になるので、まずはね、ストロークの解説をしていきます。ストロークの方はですね、2種類ございます。主にね、長めとね、短めのストロークに対別ができるんですが、まずはね、長めの方ですね、こちら最初に出てくる D コードで弾いていきたいと思います。こちらですね、ゆっくり弾いていきますと、
鳴らすすかすすかすすかす鳴らすすかすすかす鳴らすすかす鳴らす鳴らすすかす鳴らすすかす鳴らす鳴らすになります。もう一個のね、短いストロークはですね、飛び方を教えてくれているの、るのところで出てくる D コードになります。こちらですね、実はイントロで出てきたストロークと全く同じになりますので、ぜひね、皆さんやってみてください。さあ、次に B メロの解説をしていきたいと思います。まずはフルの演奏から見ていってください。どうぞ。B メロの解説をやっていきたいと思います。まずね、コード進行ですね。こちらね、気をつけていただきたいポイントが B マイナーから F シャープマイナーに変わるところになります。ここですね、正破コードが2つ連続でね、続くんですけれども、なるべくね、人差し指は離さずに切り替えるようにしてみてください。こんな感じで弾いてみてください。これね、なんで離さずに切り替えるかというと、正破コードってね、1から6弦までをね、こう全体的に抑えるので、結構ね、重要な役割を担っています。これをね、一度離してね、切り替えてしまうと、こう一回ね、正破コードがブツッとね、切れてしまうので、こう弾いた時に流れのあるようなね、演奏が難しくなってしまいます。逆に離さずに切り替えることによって、こう流れのあるストロークをね、弾くことができるので、ぜひね、皆さん心がけてみてください。ストロークの方はね、2種類ございます。1種類目に関しては、今までね、イントロで出てきた上から下にね、下ろして弾くだけのストロークになります。最初に出てくる Bm でやってみると、で、ここで出てくる D コードですね。ここはですね、サビ前ということで2つ目のストローク、こちらをね、使っていきます。この2つ目のストロークなんですが、上から下にね、下ろすだけのストロークになりますが、これをね、8回弾きます。さらにね、サビ前ということで、こうね、強弱のある感じで、だんだんね、強く弾くような感じで弾いてみてください。って言ってサビに入っていきます。ぜひね、やってみてください。さあ、ここで目玉のね、サビに行ってみたいところなんですが、なんとね、サビはですね、今まで出てきたイントロから B メロ、こちらのコード進行、ストロークをね、使っていけばね、十分弾けるね、内容になっておりますので、ここはね、飛ばしていきたいと思います。皆さんね、ぜひやってみてください。そんなに難しくはないと思います。よかったらね、フルの演奏だけね、流しますので、今まで練習してきた内容でね、十分弾けるんだなっていうことをね、実感してみてください。サビは飛ばして C メロの解説に行ってみたいと思います。 C メロでね、皆さんに気をつけてほしいコードはですね、 D オン F シャープになります。こちらの D オン F シャープ、今まで出てきた D コード、シンプルな D コード、こちらとねほとんど一緒で、1から4弦に関してはね一緒なんですけれども、5弦と6弦が少し違います。D コードの場合は5弦と6弦は鳴らさないので、このね、上の親指でね、軽く押さえてミュートをします。こうやってね、鳴らない押さえ方となっています。ただし、今回の D4F シャープに関しては、5弦はね、開放弦で鳴らす。そして6弦に関しては、親指でね、しっかり2フレットを押さえて鳴らすようになってます。
そして次にストロークですね。こちらはね、主に3種類ございます。一つ目がですね、B メロのサビ前でね、鳴らしたダウンストローク ×8 回。こちらをですね、8回ではなくて4回弾いていきます。出てくるのが最初の方の G、そして A、D、G、A までとなっています。そしてこの後の Am の後に出てくる Bm、 こちらに関しては今のねダウンストロークを B メロと同じように8回弾きます。こんな感じになります。で、3つ目のストロークが Em、 D on F シャープ、そしてね G コードで出てくるですねストロークなんですけれども、こちらに関しても今まで出てきたストロークと全く同じで A メロの最初に出てきた長めのストロークになります。そして最後の A コード、こちらに関しては今までのね、その A メロの長めのコードプラス最後にね、1回ダウンストロークを弾いてちょっと待つといった感じになってます。これがね、4つ目になります。1,2,3,4,5,6,7,8。これでね、落ちサビに入っていきます。さあ、そして最後に皆さんにちょっとね、知っていただきたいポイントがエンディングのね、最後になります。最後のね、4つのコード、D on F シャープ、そして G、さらに G on A。まあ、この G on A はね、1個だけね、小指で押さえて一番下の1弦を弾いて、6弦の方はね、ミュート、親指でミュートをします。このね、3つのストロークに関してはね、上から下に下ろすだけのダウンストロークになります。なんですが、一番最後の D コード、こちらに関してはね、ピックを使ってね、1弦ずつ弾くピック弾きをやっていただきます。まずね、1っていうところだけね、何も弾かずにちょっと数えるだけ。で、その後2、3、4のところで、5弦、4弦、5弦の順番で弾いてください。この順番ですね。で、最後に6弦を弾く。もう一回ね、タイミングよくやってみると、1で置いて2からね、弾いていきます。1,2,3,4,1。1,2,3,4,1。ちょっとね、上の方の D on F シャープからやってみると、1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1。はい、ということで今回はバックナンバーさんの I Love You、 こちらのギターコード解説動画やっていきました。皆さんね、いかがだったでしょうか。コードの方はですね、曲自体が皆さんにね、とても親しまれやすいね、こうキャッチーなねメロディーというところでシンプルなものが多かったと思います。ストロークもね、シンプルなものが多かったと思うんですが、とにかくね、バリエーションが多かったですよね。ただしね、このストロークをね、一個一個ちゃんと覚えれば、いろんな曲でね、バリエーション豊かに弾けるようになりますので、ぜひね、習得していってください。ということで、今回もカオルの動画ご視聴いただき、本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人を目指してコツコツ頑張っておりますので、ぜひね、皆さん応援してください。よろしくお願いします。それではまた次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。